皆さんいつもお世話になってます意見は鉄郎でございます年齢66歳いだ現役カメラマンまだまだ頑張っていきますじゃあ今日はどんな話かベトナムと中国の関係ですねいやベトナムが中国にいじめられて大変なんですその歴史はベトナム人にとって苦難の道を歩み続けたと言っても過言ではないんです中国の歴代王朝からずっと支配と侵略を受け続けたのですなんとその期間が 1000年間です。1000年なんです。そして時は流れて、第二次世界大戦の後のことです。国際連合の委任の下で、我が日本軍の降伏を受け入れさせるのが目的で、蒋介石の中華民国軍がインドシナに入っていたけど、インドシナというのは、ベトナム、カンボジア、ラウスのことです。そこに入って、それ、フランスの領土だったんです。 それと、紹介石は中国だけのことを考えてベトナムなんかどうでもいいというようなやり方をしたんです。1946年2月のことなんですけども、紹介石はフランスに中華民国での咀嚼権を全て放棄しなさいって言ったわけです。もう関係ないですよ、みたいな感じ。その条件として、インドシナ北部から 中国の国民党軍は撤退いたします。フランス軍がこの地域を再占領できるようにすることを引き換えに領土外の特権を放棄したんです。つまり、ベトナム、カンボジア、ラオスの民からもっともっと削除しなさい。植民地の権限をもう一回与えますから、みたいな感じなんです。だから、ポーンと突き放したわけです。 それから2000年代に入ってさらに大変なことがどん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 起きていくわけです。南シナ海問題なんですね。南佐諸島。ベトナムにおいてはチョンサ諸島と言うんです。そして西佐諸島。ベトナムにおいてはホアンサ諸島と言うんです。その領有権問題でもうバトロバトロ大変です。チャイナはベトナムだけでは周辺国みんなマレーシアともフィリピンともどん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 ぶつかり合っているわけです。私のものだと言って。とにかくベトナムはチャイナに困り果てていると思います。 もうチャイナ海軍力すごい。ベトナム海軍力が弱いんです。だからもう徹底して潰されてるの、あっちこっちでやられまくり。だから、ベトナム人の多くは中国に対してあまりいい感情は持ってないと思います。ここ最近、チャイナのベトナムいじめはますますひどくなってるんです。7月31日のニュースウィークの記事をちょっと参考にさせていただきます。 なんとそのタイトルが南シナ海でやりたい放題の中国ベトナムいじめが止まらないチャイナは南シナ海に戦を勝手に引いたわけです中国大陸から後ろ下みたいなベローンとなって南シナ海全体を私たちのものだみたいな感じで戦を引いちゃったわけですもうそれでトラブル続出なんです資源豊富な南シナ海をなんとか開発しようと言って台湾フィリピンインドネシアブルネイマレーシアベトナムがお互いに協力して 国の名分をかけて資源開発をやろうとしているところが、中国がここは俺のもんだイチャモンつけだらけ。そして自分が支配してしまったわけです。これは起こりますでしょういろんな国が。南シナ海のこの沿岸国がですね、いろいろと海洋資源の開発に取り組むわけです。いろんな施設も作ったりして、それを徹底してチャイナは軍隊を出して邪魔をしてるわけです。いや、これは私のもんだけど触るんじゃないよって。それと、 ベトナムなんか、そのような開発しようとしている国は、例えば石油会社、天然ガス会社、掘削会社、そういうこところ契約してやりますでしょちゃんと工事を進めて、そして資源を取れるようにするわけじゃないですか。ところがそれ邪魔するわけです。すると、このプログラムが中止に追い込まれていくわけです。私知らなかったの。工事をやめればいいさ。ただそれだけだと思ったらそうじゃないの。 資源開発のプログラムが大手の専門の会社と契約してやりますよね。それと、異国の会社なんです。外国の大きな会社が一緒になって、ベトナムと一緒になって、あるいはマレーシアと一緒になって資源開発するわけです。それが止まるわけです。すると、大手の掘削会社とか資源開発会社に賠償金、保証金を支払わないといけないんです。 これがもう大きな痛手となっているようです。せっかくベトナム、そういう国が開発しようと一生懸命やってるところに中国軍がやってくる。海軍が。もう時には軍艦なんか40隻が集まって、うわーって開発やめろ、開発やめろと脅してくるわけです。もう立ち打ちできません。だからやめざるを得ないんです。中止に追い込まれた資源開発プログラムがいっぱいあるわけです。 それと、大きな掘削会社と組まないといけないです。レプソルなんか有名です。これスペインの会社ですけど、従業員も4、5万人いて、大変な国際的な企業なるそこと、契約してやっていきましょうと決めるわけです。でも中国が辞めなさいって言っても辞めざるを得なくなったら、賠償金ドーンと払わないといけない。8億、10億ドル。その単位です。だからもうお金がただでさえないの余計苦しんでしまったわけです。いや、辛い目に遭ってると思います。 で、現状としてはもう中国が実行支配してますので、どうしようもない状況に陥ってるわけです。さあ、そこでアメリカの力が必要なんです、すアメリカがやってくれるかどうかは別ですよ。でも、やはりアメリカしか頼りになるところがないんです。アメリカは7月13日のことなんですけども、南シナ海についての声明を発表したんです。あの、マイク・ポンペオ、アメリカ国務長官がこう言ったんです。 中国は南シナ海のほぼ全域を自分のものだと言い張って、そして実行支配をやってる。これは間違ってるぞって言ってるわけです。台湾、フィリピン、インドネシア、ブルネ、イマレーシア、ベトナム、そのような国々をいじめるのはやめろプロは違法行為だってはっきり明言したんです。アメリカは南シナ海のこの沿岸国を大事にしようという意思表示なんです。ちゃんと支えるぞ。だからこそ日本国も応援しないといけないと私は思ってる。力を合わせるということ。 チャイナはもう恐ろしいほどの強大な国家です。軍事力、経済力、半端ではありません。一国一国が対応するともう決して勝てないんです。ケチョンケチョンにやられてしまうんです。だからこそみんなで力を合わせる。そこに日本も入って一緒にやっていこうという意思表示も大事だと思います。アメリカはそれを支えますと今言ってますから。ですからその流れもあって菅総理大臣は初めての訪問地をベトナムにしたんじゃないかと私は考えております。 我が日本国が台湾、フィリピン、インドネシア、ブルネイ、マレーシア、そしてベトナム、その南シナ海の沿岸国と力を合わせて、そして平和、安定のために貢献する、すごく重要だと思います。アメリカのバックアップをいただいて、一緒にやっていけばなんとかなるんじゃないかな、一緒に連合しよう、この形が私も重要だと思いますすベトナム大大変変ででねフィリピンも大変です。 インドネシアもみんんなな大変なんです今南シナ海これからももう火種がボン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 爆発していくと思います注目しとってくださいはいじゃあ今日は以上で終わりますありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いいたします